ペンテラペンテラペンテラバーペンテラペンテラペンテラバーシンジですあ、リョウジです小林ですはいあ、メタルルームにようこそ歌いすぎマジでこういう順番だとこれこうかと思ったマジびっくりした今日はリョウジの番ですねそうですねじゃあお願いします今日の一枚をアルカトラスのディスターピング・ザ・ピースおーこれ何枚目でしたっけアルカトラス2枚目です2枚目僕の中で結構やっぱインギーのファーストが結構インパクトあったんですけどねそれあえてこれを選んだリョウジの僕はね1985年と1989年しか今当たってなくてほんまやでね1985年で一番いいって言ってしまったのはアンダーロック&ゲイだねドッケンこの前でもねよくよくね考えてみたらアクセプトのメタルハートが一番あこれ違うわ他にもあったんですねアクセプトのメタルハートとかでこれがね僕はねあえてメタルルームにはこの初めの方にこれはそこはないかなと思ってたんですけど僕の音楽感をある種変えたぐらいのインパクトがあったアルバムとしてこれを皆様にご紹介したいというかある意味本当に聴いてほしいというそれは小林さんから見たアルカトラスってどうでしたか僕はねでもそれほど印象になくてグラハム・ボレットがいたバンドだよなとかねで後からでも追っかけたら結構その歴史に残るべきバンドだったなってのは分かるんですけどだからこれとかは今日初めて見たマジっすかお約束大先輩ですいませんでも結構必ずアルバムごと来日してましたよねこれはねやっぱねグラハム・ボレットってのは前提として話して皆さんご存知だと思いますけどねまずはレインボーに参加して合わなくてグラサンにオールバックですからねで白いスーツですこれはライブ見に行きましたけどいまだにそうでしたよさすがでレインボー合わなくて自分のソロアルバムもやろうと思ってたんだけどなかなか難しくてしょうがなくてマイケル・シンカーと組んでで1枚だけやってマイケル・シンカーに要するにこの服を着ろって言われてレザーアイテムみたいなで全部服を捨てられたと白いジャケをそうそれでやめたとあそれが理由でマイケル・シェンカーと別れたそうそうそれぐらいちょっとねマイケル・シェンカーもちょっとこのね結構来てる人なんですけどグラハム・ボレット相当わがままなんですああやっぱ服へのこだわりみたいなそうそうそう服とヘアのねでもやっぱこうあれですよねやっぱリッチーと組んだきっかけなのかもしれないですけどなぜスーパーギタリストをこんなに組めるんですかそれやっぱね圧倒的な歌唱力やっぱねこうディオみたいな人と組んじゃうでしょそうするとないものを求めるわけよないものを求めるロリー・ジェームス・ディオみたいなこういうねなんていうかなこうハイトーンでもちょっと違う声量のなんていうかな表現力というよりもパワーでいくタイプを選ぶんだと思うしかもルックスが明らかにメタル界から見たら異端児ですよねそう僕もねこの人にファッション教えられるかも今ねスーツ業界いいんですけどねああそうですよねやっぱグラムファッションも例えば前おっしゃってたねジェイク・リーのこう左右非対称と同様の影響を与えてるんですか領事に左右を同じである必要はないって要するにジェイクに教えてもらったんだけど、はい、グラハムからは白いスーツは恥ずかしくないっていうことですあとオールバックはいつの時代でも恥ずかしくないってこの前ライブに行ったら教えられましたいまだにオールバックですかオールバックですしかもねタイトなんだよね体型がいまだにスリム、うん、結構メタル界ね年取るとデブリって多いですけどねもちろんね声は出ないけどね出なかったんですあんまりねでもねレインボーの歴代3人のねボーカリストっていうライブをこの前見に行って去年からも去年ねそれねロニー・ジェームス・ディオが亡くなってたから3人って誰だろうなと思っていやもちろんジョーリー・ターナーグラハム・ボレット時計ボヤイトなんですよそのライブでねアルカトラスの曲やってましたからメインでこのアルバムからちゃんと出てました出てましたこのアルバムからのゴッドブレスビデオでもファーストからの曲が多かったかなでもねこのアルバムの素晴らしいところはねやっぱりファーストがねイングベイを招いてやっぱりレインボーマイケル・シェンカーグループで培ったものを昇華させてでスティーラーで活躍し始めてた才能の変容を見せ始めたイングベイを取り込んでやったアルバムとしては素晴らしいアルバムだったジェット・トゥ・ジェットなんていうのは最高のスポットライトキットかみたいなそうそう最高の成果だったんだけどだけどこれはいわゆるヘビーメタルとかハードロックという範疇に収まるべきではない素晴らしいアルバムなのしかもスティーブ・バイ。え、誰ですか。で、スティーブ・バイをね、だって使ったのこの人が初めてだもん。あ、そういうことなんですか。で、ダイヤモンド・デイブの前だからね。ああ。で、そうですね。で、その時に来日、イングベルが来ると思って来日、ファンがオーディエンスがいたから来日した時に。だけど、まあその時はライブはサンタンタルに行ったらしいです。そう、スティーブ・バイ弾けなかったんですか。いや、やっぱりライブ慣れしなかったんで、やっぱスタジオミュージシャン。そんな貴重な歴史ありというところなんですね。まあにしてもね、この曲のクオリティ、このアルバムのね、やっぱりね、これ11曲入ってますけど、やっぱこう領事のおすすめトラックってどれになりますか。メタラにやっぱりストリッパー、6曲目のストリッパーを聴いてほしいけど、やっぱりね、Will You Be Home Tonight の3曲目の、あとね、Wire and Wood ね、4曲目の、それからね、Sky Fire で、この辺のね、ハードロックとは離れてても、ハードロック的なアプローチでここまでいけるんだっていうね、いうのは、これが1985年っていう大事な年。大事な年ですね。1985。アンダロック&キーはある種ハードロックの範疇の中でディラン・ディランを超えたんだけど、これはディラン・ディランと同じ立場でハードロック的なアプローチで成功した初めてのアルバムだと僕は思ってるんですね。まあグラハムも自分のやりたいようにやってる。これヒットしなかったのっていうのはね、尋常じゃないと思うね。なんでですか。いや、ルックスがオールバックだったから。でもね、1985年っていうのはさ、バンヘイレンの1984の後の年ってことじゃん。あれがあれだけ当たったんだったら、これもね、もっと当たるべきアルバムだったと思うんだよね。そうですね。これは何万枚売れたかわかんないけど、50万枚ぐらい売れてると思うんだよね。アルカトラス。したら、あれですか、ちょっと恒例のというか、でも小林さんにとっての逆にアルカトラスって何でしょう。アルカトラスって何でしょうか。なんでしょうね。後から知った結構スーパーバンド的な感じ。なんか逆にこれをリアルで体験したかったですね、僕ね。いや、僕ね、初めて聞いた時本当にびっくりしたんだ。普通さ、友達がさ、これ友達から教えてもらった。これ良かったよって言ってね。普通そういう時さ、俺の方が知ってるからあんまり聞かないってあるじゃん。それこれを初めて友達で一緒に針を落とした時にさ、もう本当にこのクリエイティブな途中針を落としたんですね。もうびっくりして、もう要するにジェイク・イリーの「バッドランド」聞いた時も僕は感動したんだけど、そうじゃなくて、これはもうびっくりして、初めてアレクサンダー・マック・イーンのコレクションを見た時みたいな感動を覚えましたね。さすがですね。じゃあ恒例の結構ね、今やっぱ重要なキーワードがね、散りばめられてましたが、じゃあ恒例のこのアルバムをね、1枚このアルバムを一言で締めると、もう80年代で最もクリエイティブなアルバム決まりましたね。決まった。目は座ってるかもしれない。じゃあ決まったところで乾杯しましょう。すいません。メタルルームでした。